第二次世界大戦で使用された、シャーマンフレールアメリカ陸軍が使用していた M60、パンサー地中の地雷をかき出すための隙をつけた M1、A1 アサルトブリッチャービヒクル地雷処理戦車は、埋められた地雷の処理を行う戦車。地雷は、直接的に触れた対象を破壊するだけではなく、戦術の上において、どこに設置されているかわからない、爆発物という脅威を持って、 相手の行動を遅延させる兵器である。このため、仕掛けられた側はこれを速やかに除去ないし無力化させないことには活動を阻害される。地雷処理戦車は、こういった地雷を速やかかつ安全に除去するために開発されてきたもので、特に第二次世界大戦では、陸上戦において強固な走行と強力な火砲で威力を発揮する戦車の行動を、 妨害するための対戦車地雷が防衛線の機能強化に用いられ、構成側は戦車で防衛線を突破する前に、まずこの地雷を処理する必要から開発が進んだ。このため、戦車をも破壊する対戦車地雷に対して有効な防御能力が求められ、機動林、誘導林を持ち上げ車高を高くして爆破のショックを抑えた地雷処理戦車が試作された。 また、戦車の前面に、隙、ローラーハンマー、鎖付きの鉄球などを、回転機構に取り付け、地雷を掘り起こす押し潰す叩き潰す長い鎖で、打ち据えるなどといった、地雷処理用戦車が使用され、スキ式は、現代の戦車にも見受けられる。さらに、戦車に、巨大なローラー式の車輪を取り付け、地雷腹を突破しようという戦車も作られた。 戦車ではない専用設計の地雷処理車両もある。珍しいのは、ドイツ国防軍でミーネンドイマーと呼ばれる地雷処理戦車を開発した。これは巨大な車輪の外周に分厚い鉄板を取り付けたもので、これで地雷を処理しようというものである。ちなみに上部には愛護戦車の砲塔が防御用に付けられていた。第二次世界大戦における ノルマンディ上陸作戦では、フランス海岸線に付設された地雷を手早く処理することが作戦成功の可否を握っていたことから、戦車の前にローラーを取り付けるなどした車両の活躍が期待された。しかし大掛かりな装置である上に、真っ先に敵防衛線に突入せざるを得ないことから損耗が激しく、期待された性能を発揮することなく破壊されている。また、 こうした戦車は前にあるローラーが、もうもうと砂煙を上げるため、通常通り砲塔を前にしておくと方向から砂人が入り、戦車砲が詰まるので、砲塔を背後に向けたりした今日では、長い爆薬の帯付き座を、通常の戦車や工作車両の動力で、地雷腹に押し込んだり、爆薬が、数図のように繋がったワイヤーを、ロケット弾に牽引させる形で、地雷腹に伸ばし、 これらの爆薬を起爆させて、地雷を一掃する方式が用いられている。こういった地雷処理装置の一部は、一般の戦車を対象とした、付属装備となっているものの、大規模な地雷原にあっては、作戦行動直前に幾化爆弾で、対象地域ごと爆破してしまう戦術も取られている。近年に、実戦で使用されたのは、湾岸戦争で、イラク軍が設置した地雷に対してである。 しかし、近年における実際の紛争において使用される地雷の多くが対人地雷で対戦車地雷がむしろ珍しくなってしまったこともあり、高密度に付設して戦闘車両などの行動を阻む対戦車地雷の処理を目的とした地雷処理戦車が必要になる機会は減り、広範囲低密度に付設された対人地雷を手作業で取り除くことの方が多い。その一方で、 過去の紛争国における対人地雷の問題は根強いものがあり、旧来の戦車を流用した地雷処理戦車では運用性に難があることから、これらに代わって強力なマイクロ波を照射、遠隔爆破させようというアイデアや、小型で自走式のロボットによる探査と処理を行おうという研究も行われているほか、大型クレーン車を改造した地雷処理機も考案されている。 ありがとうございます。